フリーデリケ、エリーザベト・アマーリエ・アウグステフォン・ビュルテンベルクは、ビュルテンベルク公フリードリヒ2世を意見とその日で、ブランデンブルクシュベート編共白、フリードリヒ・ビルヘルムの娘であるフリーデリケ、ドロテア・ゾフィアの間の次女。初代ビュルテンベルク王フリードリヒ一世、ロシア皇后、マリア・フヨードロブナの妹。1781年、フリーデリケは、 ホルシュタインゴットルプ家の公使ペーターと結婚した。フリーデリ家の姉が、ホルシュタインゴットルプ家出身のロシア皇太子パーベルに嫁いでおり、ロシア帝室トビウルテンベルククゲとの絆をさらに強くするために、ロシア皇太子の同族の公使と、ロシア皇太子妃の妹の結婚が取り行われたのだった。夫妻は二人の息子を設けたが、フリーデリ家は1785年に出産中に、 力付き、20歳で創生した。フリーデリケの死の直前にペーターは、オルデンブルク公国の殺生となり、1823年にはオルデンブルク大公となった。ありがとうございます。